孔田綾、弟。そしてこの春、玄は彼の三条が変に匂うのを気づいた。それは藁の匂いだった。続いて彼が汗をかくことを知った。東京とは寝苦しいところだよ。俺は汗かいちゃう。と碧郎が言い、玄も東京の夜は向島より布団が薄くて済むことを思っていた。 彼の布団を干してやりながら、汗が綿を通して畳の藁を匂わせるのだと合点しても、それがどういうことなのか、少しも懸念しないものの無邪気さで弟と笑い合った。父親がそのことに気づいて現に正し、はっとした表情をし、しかしさりげなく癖老に、お前、風邪をひいているようだよ。夜中に知らずに咳をしている。 医者へ行ってごらん、と勧めたその結果がこうしたことなのだその頃、結核はまだ全く不治の病とされていて長かれ短かれ行く手は死しかなかった19歳の6月末結核という一語になぎ倒されて碧浪は新しいかすりの袖を突っの袖を突っ張らせて しょぼしょぼと泣いていた。